初日にあたりんでご挨拶を申し上げます公益財団法人日本相撲協会は社会全体でコロナウイルス感染症の拡大を防いでいる状況を勘案しまた何より大相撲を応援してくださる 多くのファンの皆様にご迷惑をかけることは決してできないと考え大相撲三月場所を無観客で開催させていただくこととなりました本場所を楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様には大変なご迷惑とご心配を おかけすることとなりましたが何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げますまたコロナウイルスに感染した皆様には一時も早いご回復をお祈り申し上げますこのような お客様のいない本場所となり力士にとっても気持ちを整えるのが難しい非常に厳しい土俵となりますがそれでも全力士は全国各地で応援してくださっている強度の 皆様やファンの方々の歓声や声援を心に感じ精一杯の土俵を務めテレビでご観戦の皆様のご期待にお応えするものと存じます。古来から 力士の志向は邪悪なものを土の下に押し込む力があると言われてきましたまた横綱の土俵入りは五穀豊穣と世の中の平安を祈願するために行われてきました力士の体は健康な体の象徴とも言われています 床山が髪を結い呼び出しが木を打ち行司が土俵をさばきそして力士が四向を踏むこの一連の所作が人々に感動を与えると同時に大地を沈め邪悪なものを抑え込むものだと信じられてきましたこういった 大相撲の持つ力が日本はもちろん世界中の方々に勇気や感動を与え世の中に平安を呼び戻すことができるよう協会員一同一丸となり15日間 全力で努力する所存でございます何卒千秋楽まで温かいご声援を賜りますようお願い申し上げご挨拶をいたします令和二年三月八日公益財団法人日本相撲協会理事長八角信義。